ようございます。ジェリーモデルの早苗かりんです。今日はモーニングルーティンを紹介したいと思います。朝はすごく弱い方です。仕事の日はすんなり起きれるんですけど、それ以外の日は結構起きるまで時間がかかるタイプです。はい、ベッドから出る覚悟ができました。抱き枕のブルドッグを置いてベッドから出ます。起きたら軽くベッドメイキングをしちゃいます。パパッとやります。ちなみに今着ているパジャマは GU のものです。最近ずっとこのパジャマを着ています。洗顔が終わったのでスキンケアに移っていきます。化粧水はイプサザタイムアールアカーです。コットンに適量を取って顔全体になじませていきます。手でしっかり化粧水をなじませていきます。乳液もイプサを使っています。乳液をなじませながら顔のマッサージをしていきます。次に日焼け止めを塗っていきます。モアリップを塗ってスキンケアは終了です。それではメイクに移っていきます。ポール&ジョーのファンデーションはずっと使っていて、とても好きなアイテムの一つです。クマの部分にキャンメイクのコンシーラーのオレンジの部分をのせていきます。ラセムのコンシーラーをクマ以外の部分にのせていきます。コスメデコルテのフェイスパウダーを顔全体にのせて、ニスフリーのパウダーを部分的にのせていきます。このセザンヌのアイシャドウ、カラーがすごく可愛くてすごく好きです。可愛い可愛いスックのラメをのせていきます。眉毛はパウダーでふわっと色をつけて、ペンシルで形を整えてます。最近はアイライン、目尻は下げ目に描くのが好きです。まつ毛をしっかりと上げてマスカラを塗っていきます。マスク生活なのでシェーディングしたりしなかったりです。そして朝ごはんです。この日はグラノーラとフルーツとコーヒーでした。日によって朝ごはんの内容はまちまちで、白米の日もあればパンの日もあったり、食べる量も結構その日によって違ったりします。ちなみに朝は絶対にコーヒー飲みます。はい、もぐもぐしております。なんか眠たそうな顔してますね。ちなみに洋服は前日の夜に決める派で、この日はこの2つを選びました。シュシュシュと髪全体を濡らしてくしで溶かしていきます。前髪の分け目を必死で作ってます。今日はセンター分けにしてみました。
手でゆるっとふわっと適当に巻いていきます。その日によって巻き方は結構違います。気分です。前髪巻くのが苦手で結構いつも時間かかります。ワックスを手に取って髪全体ワシャワシャさせます。そして歯磨きをします。リップは最近お気に入りのヒースのものを使っていきます。香水はランバンです。アクセサリーはマットシルバーのものにしました。今日つけているアクセサリーはすべてゴールディーのもので、安くて可愛いものがたくさんなのでついつい買っちゃいます。はい、ということでモーニングルーティーンいかがだったでしょうか。ちょっと普段見せないところもあったので少し恥ずかしいですが、最後まで見ていただきありがとうございます。普段は、こんな感じで過ごしています。それではまたねー。